ちらは我が家の誇る超巨大ミドリガメ。手のひらがこんぐらいで、こんぐらいのサイズですね。かなりでかいです。以前こちらのカメにザリガニを食べさせる動画を撮りまして、非常に好評だったので、今回はこちらのサワガニを与えていきたいと思います。お、すでに見てますね。こちらサワガニね、都会の人とかにはちょっと馴染みないかもしれないんですけども、結構田舎では食用でスーパーで売られてたりします。アマゾンでも売ってたかな。こちらのサワガニを早速こちらに入れていきます。はい、おお、早速バリバリといい音を立てながら食べてます。サワガニの殻もそれなりに硬いですけども、このミドリガメからしたら大したものではないみたいですね。こちらの水槽すごい狭いですけども、別に普段これで飼ってるわけではなくて、餌をあげるとね、こうやってもうすぐに水が汚れてしまうので、餌をあげる時だけこういう隔離して今与えてるっていう感じですね。左下にもいるけど、まだ気づいてないみたいですね。お、気づいた。すごい音だ。サワガニ結構ね、食べると素揚げとかにして食べることが多いんですけども、カッパエビセンみたいな味がしてなかなか美味しいんですね。もし食べる機会があったら食べてみるといいと思います。ちょっとカニを食べただけで水がこんなに白く濁ってしまったんですね。この堂々たる佇まい。さっき噛むだけ噛んだサワガニが残ってます。食べろ。カニ味噌が割ってますね。
ラストが一匹。はい。気づかないでさっき食べた手の方を手までしっかり食べて、偉いですね。ほい、見失ってますね。一周して帰ってきましたよ。気づいた。カニ味噌が舞いましたね。一発で仕留めます。うわー、すっごい迫力。この落っことしたハサミとか食べてくれるかな。お、食べました。偉いですね。という感じで、まあ、あっという間に大量のサワガニを食べてくれました、ミシシッピアカミミガメ。今後もね、この子に何か食べさせる動画はどんどん出していきたいと思いますので、大迫力の捕食シーンを期待する方はぜひチャンネル登録をしてまた見てください。それでは今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。やっぱこのカメの食事の時の音いいっすよね。なんか爬虫類が食事する時の音を集めて ASMR なんかできそうっすよね。